こんにちは。毎日忙しいですよね。時間ないですよね。で、あの、イギリスの劇作家のジェームス・マッシュー・バリューさんがこんなこと言ってるんですよね。あの、時間はないと。その、時間の使い方が下手な人がまず言うのが時間がないっていうことらしいんですよ。時間を上手に使える人は、まあそういうこと言わずに、残った時間でいかにね、そのミッションを完成するかってことに、 挑むらしいんですよ。その結果、完成しなくても、完成に一歩でも近づくように動くらしいんですよね。まあ、どう言っても時間は伸びませんから、時間が伸びない以上、相対的に時間を長くする方法として、自分が早く動くか、段取りく片付けていくってことしかないんですよね。まあ、つまりは、与えられた時間を足りなくするのも、余らせるのも、自分の動き次第っていうことなんでしょうね、きっとね。 まあだからあの努力はまあね人を裏切らないとは言うんですけども裏切るる努力もあるのかなとまあ例えば努力の中にはうん何ですかね玉拾いってあるじゃないですかでもさすがに野球部でもないのに40過ぎて50になって玉拾いのスキルを上げたからといってそれを我慢したからといって努力したからといって何かあるかなと思ったら別にないですよね。 だから自分の進む道に適した、まあ、努力っていうのがあるんでしょうね。まあ汗をかいて努力してるんだけども的、ま、外れなことをやったんじゃダメだと。例えば給料をアップするためにやる努力と具体的にもうちょっと給料を年間で1000円アップするための努力と10万円アップするための努力と100万円アップするための努力っていうのは全然入り口が違うと思うんですよね。多分その入り口を間違えずに入ることと そして入った入り口から正確にその道を歩くべき道を踏みしめることっていうのかな。そうやって間違えない努力をすれば裏切らないけども、間違えた努力をしちゃうと時間だけが過ぎていって、いつも時間がないってことになっちゃうのかなと思いますよね。な感じですかね。はい。じゃあいってらっしゃい。